もしもこの世界でないところに行けるとしたら、なんて心理テストがあった。そういう話に憧れたことはなかった。世界はいつだって俺とそれ以外でしかなかったから。よくできてるなこれ。ようこそお越しくださいました。日本史で見事な赤点を取った高一の冬。ゴーグルつければ幕末へタイムスリップ。あなたも最先端 CG で作られた江戸の街を体感してください。春休みだってのに補修でげんなりしつつ訪れることになったこの大江戸幕末巡回展。お預かりします。同じ日本だってのに、はい、荷札はこちらです。異世界みたいだ。なくさないようにお気をつけください。よっしゃ、案外ラッキーだったかも。うん、ん？左右逆だ。え、あ、何が？それだそれ。ん？葬式の時死人に足袋を左右逆に履かせたり、着物の合わせを逆にしてんの見たことねえか？え、ああ、そっかそっか。こうか。ありがとう。東雲コン。サンキュー、東雲。別に。じゃあな。ん？ねえねえ、君さ、もしかしてこういう着物のこととかに詳しいの？はあ？ま、お前よりは詳しいかもな。へえ、じゃあちょうどいいや。一緒にここ回らない？で、いろいろ解説してくれよ。はあ？なんで俺がそんなこと。いいじゃん、赤点同士お互い助け合おうよ。レポートを何書けばいいかわかんなくってさ。一緒にすんな、俺は赤点じゃねえよ。それじゃあ出席日数不足でな。はあ。この間よその学校のやつとじゃれてたのがバレてな、相手が入院したとかで定額食らったわけだ。それで出席日数不足。レポートなんざ反省文20枚に比べりゃ楽勝楽勝。そうかな、俺にはレポートも結構な難題に思えるけどな。自慢じゃないけどテスト5点だよ俺。へぇ、たく仕方ねえな。じゃあ何か質問してみろ。一つだけなら教えてやる。それを適当につなげて書きゃ 2,3 枚分は埋まるだろ。あ、本当？じゃあ、あれは何？ゴーグルつけてみな。ん？あ、昔は太陽の位置が時刻を定めたんだよ。この時代ってさ、人殺しの道具を持ってる人がすぐ隣にいるわけじゃん。一つって言ったろが。それって怖くない？いつ切られてもおかしくないってことだよね。はあ、侍はやたらに人を切ったりしねえよ。そうなの？江戸時代ってのはな、病気とか火事災害の方が怖かったんだよ。地震雷火事親父って言うだろ。それ知ってる。ま、親父は置いとくとして、そういう人の理解を超えたもんは妖怪や神様の仕業と言われてきた。神様に妖怪？そうだ、みんな信じてたみたいだな。いるかどうかもわからないのに？いないとも言い切れないだろ。いると思えた時代だったのさ。そうなんだ。だから頻繁に寺や神社に行って拝んでたわけだ。悪いことから守ってください、悪さをしないでください、なんてな。へえ、じゃあさ、ちょんまげって、あれ、東雲？あ、逃げられた。もうどこ行ったんだ。すいませんが、人を探してまして。茶髪の、兄さん、それは映像だ。え？手伸ばしてごらん。ん？あ、壁だ。パンフの後ろが案内図になってる。それ見て壁にぶつからねえようにな。おっと、いざって時はそれ外して天井見りゃ出口わかっから。じゃあな、良い江戸体験を。
どうも。へえ、思ったより広いんだ。さっさと回らないと見切れないぞこれ。江戸城入場口は、なんだ、ここから行けそうじゃん。一つ、京都は何ぞや。なんかのイベントかな。すげえリアル、バーチャルってやつかな。京都は何ぞや。一つ、実とは何ぞや。なんだお前ら。動くなよ少年。あと一息だったものは。何がどうなる。この血と痛みは本物。危なかったな少年。でもヌエに襲われるなんて何者だお前。ヌエ。そうだ、獣の方をヌエと言い、小さな人型の方をヤコウという。獣はあれでも死んではいない、元に戻ってまた現れる。厄介な奴だ。どこか怪我したのか。あれ、俺ゴーグルは。ゴーグル、なんだそれは。ゴーグルを取れば、天井に、壁に、出口への表示が目に飛び込んでくるはずで。なんで。少年危ない。胸が痛い。なぜこんな。いや、目が覚めたみたいだな。え？
お前、シノノメだよな。どうしたの、その頭、その格好。お前、あん時の赤点、確か5点だっけか。そうだけど、あん時って、さっきはぐれたばっかじゃん。ああ、お前にとっちゃさっきなんだな。だがあいにく、俺にとっちゃだいぶ昔のことだ。は？どういうこと？俺はもう2年くらいここに行くから。そんなに変わったか？ 2 年？ちょっと待ってよ。2年ってなんだよ。それって俺2年も寝てたってこと？そうじゃねえよ。じゃあなんで？そう焦るな。落ち着け。ここはそういう世界なんだよ。わかんない。安心しろ。状況を理解するために必要な時間はたっぷりある。もっとも考えを巡らせねえといけねえこともたっぷりあるがな。退屈してる暇なんかないぜ。熱はないんだね。ああ、さっきまで静かに寝てたぜ。どうだ、ばあさん。どうもこうもお手上げだよ。完全に持っていかれてる。ヌエの奴に取られちまってるよ。え？あ、目玉なくなってるの？でもちゃんと。そのものじゃなくて視力がなくなるんだよ。ああ。こいつも同じなんだがね。見せておやり。俺もここに来た時ヌエに襲われてな。肘から先の感覚、根こそぎ持っていかれた。動かないの？ま、多少は動かせるが、力が入らねえ。箸も使えないんだ。もう左腕一本で大概のことはできるぜ。ヌエの悪い気にどうにかなっちまうのかね。これは医者じゃ治せない。あの坊主にでも頼むんだね。坊主？ああ、これからコンに連れて行ってもらうといい。そいつは私にはわからないもんが専門でね。そいつならその目のことどうにかできるかもしれない。坊主ってお坊さん？少々貧困に問題はあるけれど腕はいいらしいから。そうだ、コン、坊やが落ち着くまでは部屋を清潔にしとくんだよ。しばらくは来れないからね。はいはい。はいは一度でいいんだよ。どうもありがとうございました。いい子だね。こんなになっちまって大変だろうが気張るんだよ。はあ、なんかよくわかんないですけど、まあ観光でもして気楽にやります。観光気分かよ。こりゃ大物だ。お望み通り観光ガイドしてやっから、それかぶってろ。2年前の続きだ。そういやお前、名前は？ん？陸号時々。ゆるい性格の割になんかごっつい名前だな。で、時でいいよな。うん。お前は今どんだけ現状をつかめてる？へへ。わかった。でもまあお前はまだマシなんだぜ。ん？先人がいるんだからな。俺がこっちに来た時はそりゃパニクったさ。この街並み、ヌエ、右腕。なんだかわかんねえことが次々と起こり、疲れ果て、くたばりそうになってた時に拾われた。破傷風にかかっててな、一月寝込んだよ。その後、紹介されたご隠居のとこで読み書き他もろもろ学んだ。ばあさんにもしごかれつつな。その頃にようやくわかった。ここは俺のいた普通の世界とは全くの別物で、待っていても目が覚めることなんかないってことに。日本史赤点でもここが江戸時代だってことくらいはわかるよな。時250年続いた徳川の世のおかげで平和だったと言われる。特に庶民が元気だった時代だ。そういえば、ただ賑やかなだけでなく、みんなちゃんと胸を張ってようようと生きているような。ところがそこへ大砲積んだ黒船に乗って外国人たちがやってきた。全く異なった文化を持ってな。それを歓迎するやつ、しないやつ、長き太平の反動か、いざこざの連鎖反応の拡大中なわけで、今この国は身内で喧嘩の真っ最中。治安も悪化し、犯罪件数激増中ってな。とここまでは歴史の授業のままの江戸の町なんだが、ん？厄介なのがあっち方面だ。え？これから行くところもそっち方面なわけだが。
俺の見たヌエとかいう化け物とか夜行とかのこと。あの女の子はあやかしって言ってたけど。幽霊なんかと一緒で、あれはごく一部のやつにしか見えない妖怪ってやつさ。妖怪？東雲信じてるんだ。俺も自分の目が信じらんねえが、あれだ。あれ？うわ、きしょう！これもほとんどのやつには見えていない。三種って雑魚妖怪だ。見えるだけじゃなく匂いも感触もある。論より証拠ってことだ。触ってみるか。いや、それより後ろ。うん？喧嘩売ってんのかてめえ。おいおい、人のデージな商売道具になんてことしやがれ。まあこんな風にわけのわからねえとこだが、ここもそう悪くねえって思える一因がこれだな。火事と喧嘩は江戸の花ってな。いざこざまずい。喧嘩相手には困らねえ。貴様は案内もそっちのけでまた喧嘩か。うるせえ。てめえは人の頭を何だと思ってやる。切られなかっただけありがたく思え、このチンピラ。このボリゴンは何しに来やがった。貴様が不安だから後を追ってきたまでだ、この役立たず。よくもまあこの俺にそんな口が聞けるな。もう飯作らねえぞ。バカか、貴様は問題をすり替えるな。すまない、後でこのバカには私から急を据えておく。ここは引き下がってくれ。まあもう十分だぜ。シャーモン様がお待ちだ、急ぐぞ。え、ああ、おい。あのバカはいつもああだ、証拠りもなく。それでお前目はどうだった？怪我じゃないらしいんだけど、ダメみたい。そっか。あの、言うの遅くなったけど、橋では助けてくれてありがとう。名前聞いていい？東雲の知り合いというから心配したが、別の種類の人間のようだな。私は口派だ、よろしくな。口派か。俺は時でいいよ、よろしく。お前は本当におかしなやつだな。ん？あいつと初めて会った時とは大違いだ。全く動揺してもいないようだし、肝が据わっているんだな。っていうよりは、俺はいつもこんなっていうか、目のことも妖怪もここのこともなんかぼんやりしてて、正直東雲もいるし、じゃあまあいっか、適当になんとかなるかな、なんて。うまく言えないけど、人も物も音も全てが微妙に遠くて現実味がなくて、何もかもが人ごとのようにしか思えない。だからいつだって落ち着いていられる、笑っていられる。いつでもどこでも何でも全部曖昧だから。お前は幸せ者だな。って言った。適当に曖昧に生きていたって飢えることも疎まれることもなかったんだろう。それはなんという贅沢だろうな。羨ましいよ。こいつは喧嘩バカで口やかましいから嫌いだが、お前は少々頭にくる。お、俺怒らせちゃった？ったく、当たりが良くないな。だが気にするな、ただの偏見だ。何か言ってやる必要なんてない。でもさ、あいつの心の暗いとこに踏み入ろうとしないことだ。おそらくは守られて生きてきた奴の傲慢にしかならないからな。穏やかに日々を過ごしたいなら、一番賢いのは波風を立てないこと。適当に穏やかに、ただ来るものを享受すること。そうすればうまく溶け込めた。いつだってどこだって。ならば少年よ、実とは何ぞや。
お主にとっての地とは何ぞや、生とは何ぞや。犬を呼ぶ声。